ネバー、ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。私がロート製薬公式 YouTuber として活動させてもらってもう3ヶ月が過ぎました。あっという間ですね。ここまで活動を続けられたのはファンの皆さんのおかげです。会社でも心頑張ってるやんって褒めてもらえたりとか、昨日の動画見たでって声かけてもらえたりとか、いろんなことが変わりました。全部皆さんのおかげです。いつも本当にありがとうございます。これからもネバセイココロよろしくお願いします。あとオトもねそんな感謝の気持ちも込めて、今回はツイッター上で私ネバセイココロを盛り上げてくれている投稿を紹介したいと思います。イエーイ。私のツイッターを見たことがある人は知ってくれていると思うんですけど、ハッシュタグココロアートってハッシュタグを作ってて、ファンの方が私とか音のイラストを描いてくれたり、グッズみたいなものを作ってくれたりとかしてくれているんです。それがすっごい嬉しくって、みんな甘いし可愛い、本当にありがとうございます。癒されてます。ということで、そんな私が癒されているハッシュタグココロアートを今日は皆さんにもご紹介したいと思います。では紹介していきましょう。まずはこちら。わー、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。このイチゴのショートケーキめっちゃ美味しそうじゃないですか。美味しそう、食べたい。私イチゴが好物なんですよ。それを知って書いてくれたんですよね。ありがとうございます。次はこちら。すごい、これケチャップで書いてるんですよね。めっちゃうまい。いいな、私も書きたい。こんな風に書いてるやつ食べたい。あととか書いてくれないかな。でも書いてくれた人ありがとうございます。続いてこちら。ありがとうございます、書いてくれて。ロートプレミアムを持ってるんですよね。ちゃんとロートの製品を分かってくださってる、さすが、ありがとうございます。そして続いてはこちら、弟の絵。あー、めっちゃ可愛い。この音が持ってるアイス、ロート製薬が出してるアイス、パレタスじゃないですか。もうさすが、さすが、見てくれてるんですね。ちゃんとチェックしてくれてるんですね。めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。で続いてこちら。みんなこんな絵うまいんですか。すごいですね。これウインクしてくれてるんですよね。私もできますよ。こうですね。ありがとうございます、かわいい。そして最後に紹介したいのがこちら。かわいい、背景が綺麗になってるんですよ。変わったのちゃんとチェックしてくれて書いてくれたんですよね。ありがとうございます、めっちゃかわいい。あー、どれもクオリティが高かったですよね。ほんと嬉しい、書いてくれた人ありがとうございます。で、実は今日私もココロアートを挑戦してみようと思います。要するに自画像ですね。まずはね、こういうのは輪郭から描かないとですよね。あんまり絵をね、私描かないんですよ。こんな感じですかね、私の顔で。髪の毛は茶色、ちょっと顔でかいかもしんない。で、大事なね、私の頭のカチューシャ、こうR。 え、気持ち悪い、形が気持ち悪い。よきよき。で、次に赤いこのね、ピンの目。いい、いいよ、今のところ多分いいよ。私の髪の毛ね、なんか色っぽくなっちゃった。大丈夫、これでいきましょう。で、毛先がちょっと明るいんですよ、私。気づいてます？これをね、表現したいんですけど、どうしたらいいんだろう。おめめ、おめめですよ。ドライアイだけどね、絵の中の私はすごい綺麗なお目目をしてますよ。鼻をチョンって描いて、こうほっぺたを、いいのではござりませんか。私の挨拶、レバーン、いかがでしょう。はい、と
というわけで今回は心アートを紹介してきました。今回紹介させてもらったものはほんの一部なんですよ。ありがたいことにまだまだ紹介できていないものもたくさんあるんです。本当に皆さんありがとうございます。ちゃんと全部見てますよ。どれも素敵な作品ばっかりで本当に感動しています。ありがとう。これを見てちょっと描いてみたいなって思ってくれた人がいたらぜひハッシュタグ心アートをつけてツイッターに投稿してください。私がすっごく喜びます。私の絵を見て心の絵よりはうまく描けるよって思ったそこのあなたもぜひ描いてツイッターに投稿してみてくださいね。ツイッターにハッシュタグ心アートが溢れたらいいな。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。